お願い。なんだか人、うん、ここがこの世界で言う名前の通りこっ、ライライグーファイビア、そうね、これはまた奇妙なお客さんね。やあ、ソンウェイ。この女の子が…いえ、彼女は…彼女たちは惑星の意志の声を伝える声、神々と心をつなげて…久しぶり…ああ、久しぶりだね。そんなこと言って、もう覚えていないんでしょ。この前来たのはいつだったか。痛いところを疲れたね。物はいいよね。惑星の言葉を皆が忘れてしまっては。ごもっとも。それで今日はどんな声を聞き。実はここにいる二人は遥か遠くの、今回神々と話したいのは彼らの同胞の行く末についての。わかりました。それでは今からこの星の神々と交信します。ずっしりや。ソンウェイ、よく来てくれました。エクサピークを主とする。ソンウェイじゃないわ。私はホルス、この惑星の意志の。本当に惑星に意志があるんだな。どんな惑星にも意志は存在します。その意志に導かれたからこそ。でもこの惑星に移住するためのエネルギーにするために。ええ、知っていますとも。今でもしっかりと記憶していますよ。テル族の祖先となった者たち、つまりはあなた方の世界の人々が。本当です。テル族の祖先は今から5000、人間とジェノム、そう呼ばれる存在が共存していたのをよく。ジェノムは人間よりも思いのレベルが高く、私のように彼らは友好的で優れた魂を持つ存在。彼らは自分たちと同じ人、そしてもちろん、けれどもその後彼らの星の生命は一人もこの地には劣。なぜ？それは彼らが語ろうとしなかったため。今でもわかります。ですがあの鎮痛な表情を見れば。じゃああなた方がこれまでの時をどのように過ごしたですが、あなたたちは確か姿形は変わっても。なら、それならホルスと。私たちは惑星を潰してから今まで宇宙船の中で寄り添ってくれた。そこは それでも今その宇宙船は壊れかけてる。船が潰れたらそこに住む全ての命が消えちまうんだ。頼む、狭くてもいい、不自由でもいい、生きてさえいられるならそれでいいんだ。頼む。それはそんな、5000年という時がいかに。この世界はかつて人々は文明を築き、しかし今この世、そんな今あなたたちのこの世界の人々は不安。不安は混沌を呼び、混沌は荒らす。でもこのままじゃ。これはせっかく新たな居場所を見つけても分かって。ちくしょう、星を見つけたのにこのままを。今の私にできること。ですがあなた方の世界から諦めない。
聞いて、この歌を。私も頑張るからよろしくね。聞いて、この歌を。さあ、弾くよ。聞いて、この歌を。私も頑張るからよろしくね。お帰りなさい。ご無事で何よりです。ほーら、この格好の時は。町の方はどう？はい、実はいよいよみんな、特にフラスコの海での救助活動はいつ。それとこれは抗議じゃないんですけど、もう抑えるのに精一杯で、今はたまた。そっか、女性は私が想像した以上には。お姉さん。ああ、あんたたちは知らないわよね。昔々。言い過ぎです。なるほど、この船の動力源はイオンだけど、依然として母体相関が猛威を振るって。さすがレナルルね。現状を少なくとも。そうですね、今でもたまに町の機能となると、やはり民主。ま、そうは言っても。え、言う人間が。天灯鬼様の言葉ならきっと人々に届くはず。無理よ、今は天灯鬼なんて。そんなことは。前科ありの皇帝なんて。それによくよく考えてみたら、曲がりなりにもあなたは現皇帝なのですよ。うん、やって。わかったわよ、やればいいんでしょ、やれば。でもみんなの前に姿を晒すのは嫌。フェリオン内の放送を使ってここから話す。それでいいでしょ。しっかりと皆の前に立ち、うん、では早速準備を。明日昼時間、立霊国よりここプラズマ本部にて取り行います。すごい行動力。これは姉さん大変だ。同時中継で館内全域に放送も行う。ええ、白鷹、どうせ暇だろ、手伝ってくれないか。もちろん。んじゃ。ねえ、イオン。それは。以前から陛下は職務に前向きというわけではなかったけれど、投げやりで、時期的で、何もかも諦めているような、そんな態度は見たことがなかったのに。姉ちゃんがああなったのは。どうして。レナルルさんが起きる前、シャールに襲われる町を守ろうとして。だけどそれはシャールを。姉ちゃんは町
ちの人のためにだけど、それが失敗したから。それからの…なるほど、失った人々の信頼を…この先、皇帝の求心力…なんとか、陛下には自信を取り持つ…この法則…陶器皇帝ネイアフラスク陛下演説す。皆の者静粛に。この地、このフェリオンのもとに寄り添う民よ。惑星ラシェーラ最後にして、現皇帝天陶器ネイア・フラスクであるフェリオンの隔壁が開いて以来、我々は皆の尽力の甲斐あって、この町の安寧があるこの限られた空間の中で、いっその苦痛、その絶望の中にあって、皆の心がすさまず、決して健やかとは言わずとも、思いやりや優しさといった人間、現在状況は芳しいものではない。しかし必ず近日中にこの状況を、今我々には希望がある。不安定であったこのオレイも今は安定している。今こそ皆の力、不安も苦しみも全て分かち合おう。そのためにもう少しだけ共に理想郷への扉を。何を今更都合の…私の家族を返して。大体何が希望だ。転倒…そうだそうだ、安全になったら急に戻ってきやがって。俺たちの気持ち…ふざけんな。俺が私たちの世界を返す。外…聞こえています。みんな…あの、お姉さんが転倒機だ。やめて。ですが。やめてって言ってるでしょ。ま、こうな。レナルルさん。言ってあげて。私が行くよ。品のない皮肉を言うのね。率直な感想を。でも外は暴動寸前な。あなたたち話がある。ごめんね、遅くなっちゃって。いろいろお話ししたんだけど、
Thank you.